はい、お疲れ様です。ソンポタクティーです。お疲れ様です。現在ですね、長野自動車道、長野自動車道を走ってるんですけれども、もう少し先でですね、上信越道の方に入っていきたいと思います。で、今回は福島県の方を向いて走っております。ということで、ここはね、高速のジョイントですね。はい、そこから上信越道に乗って、福島県の方を向いて走っていきたいと思うんですけれども、その前にシャワーをしたいんで、シャワーっていうかお風呂入りたいなと思って、佐久平だったかなっていうとこに、僕もこれ初めて行くんですけど、まあどんなお風呂なのか、温泉なのかをね、ちょっとね確かめに行きたいなと思って、もう全く初めてなんでちょっと楽しみにしてるんですけど、そんな感じで今回は走ってます。じゃあ上信越自動車道に乗っかりたいと思います。すいません、目指して行きたいと思います。レッツゴー、レッツゴー。ちょっと行きます。はい、行きます。到着です。佐久平到着、止めれるんかな、その前に、止めれるな、全然止めれるな。よし、パーキングは慎重に。みんなお風呂入ってるんかな、やっぱり。ちょい前、もうちょい前。はい、到着です。はい、到着しました。平尾山公園入れよし。今めっちゃ発音おかしかった。平尾山公園、はい、ということで着いたんで、こんな感じですね。ちょっとこれね、すごい長いエスカレーターあるんですけど、ちょっと上上がってみたいと思います。はい、平尾温泉見晴らしの湯、営業時間11時から9時まで。行ってみましょう。こんな感じですね。僕さっきパーキングの方にトラック止めたけど、こっちへ止めれるんや、ね、その辺が素人ほんまに素人、初めて来た感満載です。よし、
な感じです。うこんな景色が見えます。でさらにまたもう一個やばいと思います。ということで一番上まで上がってきました。もうちょっと景色見てみようか。こんな感じになってます。風が冷たいです。あ、温泉のマークある。よし、ちょっと行ってみよう。平日限定選べる2種類のお得なバッグ、見晴らしバリューバッグ、いろいろ書いてますよ。入浴と食事券と岩盤浴のセット、入浴、食事券、岩盤浴2300円が1800円。満腹パックっていうのもありますね。こんな感じで入浴とお食事券1800円が1500円。この平日限定は毎日やってるんですか？もう平日はずっとやってるんですか？この平日は、あ、そうなんですね。リンゴジュース、これはな、美味しそうやな。はい、こんな感じです。で、大浴場は2階になります。もうこの辺下駄箱ですね。スリッパ脱いで行きたいと思います。はい、ということでめっちゃ良かった。うん、まあ、疲れ取れるね。シャワーとは全然違うわやっぱり。日替わりの湯っていうのがあって、今日は芳醇ワインの湯って、なんか薄い赤ワインの湯をした感じのお風呂がありました。あとは普通に大きい浴場とか露天風呂もありましたね。こんな感じです。いや、来てよかった、うん、またね、この上水湯等から、来てみたいと思います。はい、ということで駐車場まで降りてきました。こんな風にずっとこうエスカレーターでギュインギュインって上がったところに温泉があります。じゃあトラックに戻りたいと思います。はい、ということで、あー気持ちよかった。めっちゃ気持ちよかった。ドライヤーあったからちょっとセットしてみた。そう、ちょっとセットしてみた。全然変わってないけど。ここは長野県の佐久平市にあるその上信越道東京方面の、平尾温泉見晴らしの湯でした。はい、気持ちよかったほんまに。やっぱシャワーとは違うね。体がめっちゃぬくもるわ。はい、ということで今回の動画これで終わりたいと思います。ということでね、また福島県の方を向けて続けて走っていきたいと思います。ということで
皆さんご視聴ありがとうございました。バイバーイ。またよろしくお願いします。ありがとうございました。